アリネルメンヘラみたいな子が来てくれるのが一番楽しいんだけどな。新宿で女の子2人で会える人みたいなこと書いてるよ。メンヘラゴリラ。もしもし。あ、もしもし。わ、声かわいい。新宿で何してんの今。今ねカフェにいる。何すんのこれから。服買ってほしいなって思ってた。なんか、負担取れちゃったのよ。クソダサいんかな。洋服欲しいなって思って。でも今おじちゃん30万ぐらいしか持ってないのよ手持ち。いや、おじちゃん30万も持ってるの？30万しか持ってないけど足りるかなこれで。でも新宿でしょ、ちょっと40分ぐらいかかるよ。でももう一人女の子いるの、その子も一緒でいいなら。あ、いいよ全然いいよ、車で行くからね。本当に買ってくれるの？エッチしようとかじゃなくて？よし、いらないいらない、そんなのおじさんゲイだから。なんでおじさんはそんな買ってくれるの？なんか恋友してる人はみんな友達かなって思ってて。あっ、どうしようか。じゃあその後焼肉でも食べに行っちゃう？え、いいの？行きたい。全然いいよ、牛タン食べよう、牛タン。え、行きたい。こらー、なに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 、ダメでしょ、知らないおじさんについていこうとしたら。どうすんの、これが悪い大人がもしこの通話出てて本当に新宿に行ったらどうすんの。絶対それだとエッチなことされるよ君たち。え、してない、なんか昨日は、うん、昨日は、うん、なんかカラオケ奢ってくれた、何もなしで。あったの？どんな人が来たの？え、陰キャみたいな人。お前陰キャみたいな人にカラオケ怒らせんだよ。お前陰キャはカラオケしんどいんだから。私はなんか私は財布出してたけど。いいよ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 。嘘つけ、払う気なかっただろお前。え、ほんとだって財布出してたんだよ私。でも知らない人から買ってもらうの危ないでしょ。え、違うの、なんか、私ずっとねここ2日間彼氏のこと新宿で待ってるの。え、誕生日プレゼント持って来てないの？まだ来てない、連絡も既読無視で。でも待ってんの？でも待ってんの。プレゼント渡したくて待ってたんだけど、うん、全然来なくて、今日の朝方、うん、どうでもいいやこんなクソって思って。ああ、ま、捨てたの？目の前にある。別れてないんでしょ？別れてない。いや、うん、私別れるって言ったごめん。もう結構波乱な2日間を過ごしてんだね。じゃあね、だから洋服欲しいの。だからおじさん洋服買ってくれない？ごめん、俺静岡県に住んでんだ実は。いや、絶対配信とかしてる人でしょ。俺は YouTube で配信してるよ今。カフェ今配信してんの？ YouTube で今配信してるよ。えぐいえぐい。ちなみに俺は顔出し配信者だよ。顔出し配信者なんて名前？アリケンって名前。本当だ、今配信してる。あ、見たことある。見たことある？何で見たことある？声真似してるよ。 TikTok もやってるね。みんな今から新宿行きますねって言ってるよ。やった、あのボタン取れてる服の女がいたらメヘラゴリラです。え、正直今恋友でメンヘラ探してたのよ、ヤバいやつをね。え、私じゃん。なんかない？メンヘラ自慢エピソードみたいのない？ここまでやりましたよ私はみたいな。元カレの時に相手が浮気したのになんか一方的に俺もう別れるわみたいな感じに言われたから、あ、てめえ避けんなよって、相手の最寄り駅までは突っ立ったことある。それが高2の夏ぐらいです。夏か。あ、もうそんぐらいから発動させてるんだ。じゃあメンヘラゴリラちゃんはガチメンヘラなんだ。あ、でも全然ディスコとかはしてない。ほら、ね、見てて嫌じゃないタイプのメンヘラなんだね。まあでも気をつけてね、新宿とかで危ないよ、うん、本当にね。ボタンぐらいね自分でね、こう糸でペペってのつけちゃえばいいから、うん、ありがとうね、うん、よかったら YouTube チャンネル登録してね、うん、ありがとう。わかった。 OK、 バイバイ。バイバーイ。すごいなこういうと思って。メンヘラ界の会長って なんだ。メンヘラしかいねえぞこういうと。もあ、もしもし。あ、もしもし。今僕担当直年に言うんですけど、僕今 YouTube で配信してて、恋友のメンヘラの人にメンヘラエピソードを聞くっていうのをやってるんですよ。自分がメンヘラでこういうことをしたみたいな、なんかないですかね。なあ、はい、今めっちゃ思った。何ですか？名前は？クラスに一人はいるって名前で活動してます。じゃあ中学校。違いました。クラッシュ知ってる？知らないっす。なんかメンヘラ会の会長って名前書いてたんで、なんかメンヘラエピソードみたいな。プロフィール読んでないんや。あ、プロフィールはごめんなさい、読んでないですね。なんか早く書けないと誰かに取られちゃうと思ってすぐ書けさせてもらいました。じゃあ分かった、ずっと私のことだけ見ててね。はい。じゃあずっと私のことだけ見ててね。時と場合によりますね、それはね。ダメですね、そんなんでメンヘラを取り扱っちゃダメですよ。いや違うんですよ、僕はメンヘラがどんな人か知りたいんですよ。調べればいいや。なんかないですか、メンヘラでこういうことあったみたいな。だからそれを今ずっとやってたやん。あの、これをね。じゃあやっぱ会長って書いてるぐらいなので、もうすごいの持ってるかなと思って。持ってない。ないですか？なんか、もしもし。
日本語教えてっつって韓国語の人がいるよ。ちょっと教えてみる。もしもし。もしもし。韓国の人ですか？あ、そうです。すごい日本語うまいですよ。うまい。すごい。あ、ありがとうございます。上手上手。うん、何してるの？ゲームとかしてます？ゲームは、うん、なんと、銃。フォートナイト？あ、いや、それ、いや、それ。お、フォートナイトしてんの？フォートナイト。やってます、やってます。お、ファックスフォックスとか知ってる？あ、知ってます。ファックスフォックス、T1?T1、うん、アリウス、アリウス。知ってる、友達、フレンド、フレンド、マイフレンド。お、え？本当に？ I'm a Japanese pro player tonight. 本当に？うん。本当に？うん。FNCS3 位。お、オーマイガー。本当に？うん、フォートナイト楽しいよね。あ、フォートナイトも楽しい。うん、あ、YouTube、OK？ 検索。お、YouTube、あ、YouTube、OK？ うん、日本語で OK？ YouTube、日本語、うん、あ、OK、OK。アリケン。俺のクリエイターサポートは ARIKEN アリケンだ。 N は1個 AKAREK アリケン。アリケン、うん、アリケン。あ、で、出ま、してました。それ俺。え？それ me。 配信 now。 はい。はい、 I'm Fortnite pro player。 はい、 I'm Riddle。 はい、 Fortnite してるの？フォートナイトはやってます、うん、フォートナイト楽しいよね。楽しいですね、うん、韓国の人みんなエイムいい。スーパーエイム。あー、エイム、あー、うん、よかったらサブスクライブプリーズ。あ、オッケー、あとじゃあちょっと俺アリケンさん、うん、にちょっと韓国語、うんうんうん、ちょっと教えてもいいよ。いいよ。オッケー。いいよ。受精用はしてるよ。受精用。あ、うん、受精用。あ、うん、じゃあ、うん、あと、じゃあ、repeat after me。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー。ねぬん、トゥーン、トゥーズ、ボイミニだ。ねぬん、トゥー、もう一回、もう一回。ワンワン、ワンワン。ねぬん、トゥーズ、トゥーズ、イムニだ。ねぬんとうずとういむりだ。おお、オッケー、オッケー。意味は、どういう意味？うん、意味は、うん、私は、うん、クソデブです。